浜田達臣です。イエーイ。あ、そしてすいません、アベマTVアナウンサー西澤由香です。イエーイ。さあ、皆様が出演するドラマ1ページの恋がついに最終回ということで、この後11時からの最終回に向けて放送直前企画としてこのメンバーでインスタライブをお届けします。イエーイ。ついに最終回ですよ、皆さん。そうですね、あっという間。今日メインキャストの皆さんね、ずらっと集まって豪華ですね、スタジオが。いやいや、いつもが違かったそんなことないですよ。違う、そんなことない。ね、板垣さんはもう毎回来てくださって。毎回ですよ、僕は。皆さんがお休みしてる間あ、お休みじゃない、仕事でね、いない間も毎回でしたから。他の皆さん見てましたか、インスタライブ。もう誰、どこが一番面白い。え、どこが一番、いつも水木が一番面白くて一番可愛い。いや、違う違う否定しにくいわ。最終回直前ということでどうですか、うん、お気持ちは。もう終わっちゃうんですよ。いやどうですか、伊藤さん。寂しいです。できれば9話ぐらいあってほしかった。そうですね、6話でね、終わりです。6話で終わっちゃう。本当、いちこいはドラマの撮影だけじゃなくて、こうイベントとか事前特番とかもありましたもんね。ありましたね。振り返ってみてどうですか、板垣さん。いや本当に事前特番の時に決め台詞みたいな、結婚する一言ありましたね。プロポーズの言葉、皆さんね、プロポーズの言葉があったんですけど、うん、なんか噛んじゃって。あ、何でしたっけあれ。じゃあちょっとここでリベンジ。いや、お味噌汁。お味噌汁。それではどうぞ。僕に最高のお味噌汁を作ってください。ちょっと甘がんだね。ちょっと甘がった。どっちかにしてほしい。いや、まあ、あの時那須くんがいたからね、僕は助かったんですけどね。そうでした。今日はちょっといないから。古川さんどうですか、振り返ってみて。いや、そうですね、もうなんか放送始まってあっという間だなっていうか、うん、でもたくさんの方々に見ていただけてるんでね、それはすごい嬉しいですね、うん、評判がすごく良くて。古川さんどうですか。そうですね、でも私見てたんですけど、全然大学も卒業してる年齢からしても本当キュンキュンして。そうなんですよ、それすごい面白かったなと思います。そう、はい、どの年代が見てもキュンキュンするような内容だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。どうですか、コメント来てますか。意外とでもみんなハートの顔文字より、そう、多いんですよね、はい、ハートの顔文字が。ってますよ。どうでしょう、なんか気になるコメントあれば、はい、拾っていただきたいんですが、何かありますか。こんにちは。こんにちはって来てたから。そう、まずはこんにちはとね。みずき、かわいいよ。毎週、最終回楽しみ、みみ激しめのコメントです、ね。チコイロスだわ。うん、本当ですね。嬉しいですね。あ、ありますか。だいぶ英語のやつと、だいぶ英語のやつ、だいぶ英語のやつ。翻訳して。ね、コメント止まらないですね。うん。ハートも止まってないですよ。ハートも止まらない。うん。みんなとりあえずハートをね。ね、嬉しいですね。最終回悲しいとか。楽しみとか言ってくれて嬉しいなぁ。あっという間でも本当に。そうですよね、今回も皆さんにこのようにコメント拾っていただきながら、進めていくので、どんどんコメントお寄せください。お願いします。そうでは早速最初のコーナーに参りましょう、はい、以前あかりを取り巻く男性3人の好きなシーンをツイッターで募集しました、はい、その中でファンから最も声が多かったものをこれから紹介したいと思います。イエーイ。ぜひ女性目線の、ね、考え聞きたいんですが、大野さん、このシーンが入るなっていうのありますか。私のすごく仲いい友達から一恋見たよっていう、はい、夜まで見たよっていう LINE いただいて、その時にヤマトが、うん、その殴られながらあかりに告白するシーンがあって、うんうん、その感想を送ってくれて、もうヤマトにしなよっていう感想をいただいて確かにって思うぐらいかっこよかったので、あのシーンは、そこは入ってるんじゃないかなって思います。おー、ね、そこ印象的でしたもんね、はい、さあ入っているんでしょうか、うん、ではまずは浜田さんのシーンを見ていきましょう、はい、お願いします。はい、これです。もうね、さっきおっしゃられた通り、はい、正解です、大野さん。おはようございます。
第4話の大和が明かりに告白するシーンですね、うん、はい、わ傷もついていて、傷もついて殴ったね、殴られた後の、殴られた後、ね、そう、しかもあの夜中でやっぱ12月とかで寒い時期の撮影だったんで、うん、そうアクションしてる時はもう体はもう温まって動いてるんで暑いんですけど、はいはい、やっぱり座ってからすごい冷えて、うん、本当大変なシーンでした。やっぱり結構何回も撮ったんですか？長時間撮ったんですか？結構何カットか何回かありましたね。割と長い撮影時間だったんで、うん、結構大変なシーンでした。うわ大変ですね。しかも殴られるシーンっていうね、殴られる、はい、うわ大変だ、本当にかっこよかった、うん、そして視聴者からこのシーンについてこんな声が届いています。はい、今まで溜め込んでいた思いが爆発した感じがして感慨深いというか男らしくてかっこよかったヤマトというコメントが来ています。ありがとうございます。嬉しいです。言っていただければ爆発しているような、ね、溜め込んでいたものを ね、うん、ね、そんな感じがしました。さあでは次に古川さんのシーンを見てみましょう。お願いします。こちらです。おこれは、はい、第3話で、星の家であかりのおでこに手を当てるシーンですね。はいはいはい、これですよ。これかっこいい、かっこいいできてますか、コメントで。これね、女性憧れるんじゃないですか、こういうシーンは。大野さんどうですか、はい、されたいです。されたいですね。あらあらってなんだよ。恥ずかしい。でもなかなかね、こう現実世界だとされるシーンってあります？いやー、されたことない。ありますか？いや、私はないんですね。女子のクロストーク。ありますか？ないですね。女子の皆さんありますか？え、これどうでしたか、古川さん、撮影シーンは。これリアルなこと言うと、はい、結構難しくて、あのかんなちゃんって前髪があるんで、この前髪を崩さないようにおでこ触って手を抜かなきゃいけないんで、一回 NG 出してるんですよ。え、難しい。で、撮るときに髪が乱れちゃうんで、乱れないようにちゃんとやらなきゃいけないんで、うわー、2回撮った記憶がありますね。これテクニックが必要なんですね。テクニックが必要なんですね。必要です。あー、そうなんでも2回で、2回でできましたけど、さすがでございます。はい、目、目が今いや違う、目が本当綺麗だなと思って。板口さんどうですか、プライベートでこういうことできますか？いや、なんで僕に聞くんですか。できるわけないでしょ、僕が。すごいね、食いついていたんで。いや、ね、素敵なシーンだと思います、うん、おー、なるほど、はい、視聴者の皆さんからこんな声が届いています、はい、こんなイケメンに熱測ってもらいたい、他のドラマとは違うキュンキュンがあったシーンと。あー、本当まさにそうですよ。イケメンがするからみたいですよ。僕の顔ばっかりに言うんですかね。たまたま目が、いや目が、はい、あ、本当ですか。いや、ありがとうございます。これね、印象的だったので覚えてる方多いんじゃないでしょうか、はい、さあ、では最後に板垣さんのシーン見てみましょう。お願いします。え、これはで、お、これは何でしょうか、どこのシーンでしょうか。海でイクミがあかりに告白するシーンです。うん、うん、はい、ってことですよ。いや、これですよね。そりゃそうだ、そりゃそうだ、そうだ、そうですよ。もう寒かった。これはめちゃめちゃ寒かったです。これも海だからね。そ、これも冬です。うん、冬で、で、海だったんで風がすごくて、うん、もうだからもう口がゴモゴモしてきちゃった。でもそれでもやっぱ伝えたい思いっていうのがやっぱ。その伝えたい思い、どんなセリフだったんでしたっけ？なんかすごいごめんって謝ってた。ね、本当いろいろごめんっつって。うん、ね、ほん、でもなんかね、一つのね、あれが好きなんですよ、僕。なんですか？忘れられなくてごめんっていう。おー。ありましたね。大丈夫ですか？あったよ。いや、俺なんか結構ね、これ、その一言好きなんですよ。そのフレーズがね。このシーンについてなんかコメント来てますか？とにかくみんなかっこいいって、あ、かっこいいって、泣けるとかね、うん、泣けるとか、その眉毛タイプって、あ、眉毛についてのコメントですか？眉毛についてすみません。浜田さん、なんか来てますか、コメント？いや、でもあのいろいろ、でも意外とこちらの今見てるところ、古川さんへのコメントがすごい、お、どんなコメントでし
かっこいい大好きですとか、かっこよすぎる、なるほど、はい、皆さんなんかそれ俺のアカウントだからだ、ね、あ、あれ皆さんなんかあれなんですかね、うん、お名前呼んでほしいとか来てます、うん、お名前多分あ視聴者の方からそう、うん、お名前へえ。ありがとう。そうか、皆さんそれぞれの端末持ってるんですね。これ板垣くんの、ね、だから俺のすごいかっこいいコメント多いなと思ってたんだよ。いやでもこっちもすごいですよ、もう輝いてるとか、うん、輝いてる好きって多いですよ本当に。でも板垣くんファンが俺のことも書いてくれてる。古川さん優しい、板垣くんのファンは優しい。かけちんぱに。いや、多分書いてくれてる、きっと。フルポンって呼ばれてるんですね。そう、フルポン。そうなんですよ。ちょっとなんでニヤニヤしてる。うちのフルポンです。うちのフルポン。フルポンって言いたくなりますね。フルポンいいっすよね。すごい。呼びやすいですね。このシーンに関して視聴者の方からこんなコメントを届いています。なるほど。あかりがイクミキュンの本心を彼の口から聞けたシーンは涙が止まりませんでした。あかりを傷つけてしまった分、一つ一つ言葉にして謝るイクミキュンの表情は本当にあかりのことが好きなんだなって感じました。イクミキュン大好きですよ。イクミキュン、イクミキュン、イクミキュンって呼ばれてるんですか皆さんから。イクミキュンは生まれて初めて来る。最後生まれてきてないですよね多分ね。うん、呼ばれてない。今初めて呼ばれた。あら、他にもこんなコメント来てますよ。よく今まで気持ちを我慢できたな。はい、もう台本があるから俺にも台本あるけど、でも本当に我慢が、ね、やっとお仕事をこうね、いろんなこうモヤモヤから解放されて初めてこう伝えたことが言えるってこと多分あると思うんで、うん、ぜひその奇跡を待っていただけたら嬉しいです、うん。最終回でこの二人にくっついてほしい、イクミとアカリですね、くっついてほしいっていうコメントも来てるんですよ。どうなるんですかね。うん、ね、どうなるんですかね。誰と、ね、結ばれるんでしょうかね。わかんないです、もうそこまで。まあ言えないですね。言っちゃダメですよ。皆さん言っちゃダメですよ。さあ、かっこいいシーンが盛りだくさんでした。視聴者の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今回もですね、ドラマ終了後の23時42分頃からABEMA TV のスペシャルチャンネルにて最終回生放送を行います。これ皆さん、お水が来ましたよ、飲んでください、飲んでください。いきます。はい、今このタイミング、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ水タイムですね。皆さん、最初とそうですね、生放送ですね、はい、ぜひご覧ください。あ、ぜひ生放送見てください、うんうん、そして今回も皆さんに板垣さんお願いがあるんですよね。そうなんですよ、もうお願い事がいっぱいありまして、1ページの恋略してカタカナで一恋、カタカナで一恋ですよ、この一恋というワードを皆さんでいっぱいいっぱい盛り上げていきたいと思ってます。今回は最後のインストライブなので、ぜひみんなでトレンド入りを目指したいです。あ、いい声。でもしですね、このハッシュタグ一恋がトレンド入りした場合は、過去数万枚の中から選んだオフショットを高画質写真アルバムにして視聴者の皆さんにプレゼントいたします。わあ、初めての試みなんじゃないですか。いや、初めてですよ、ね、1回ぐらいやってますけどこんなことなかったです、うん、これですね、写真があります、はい、このような感じですね。内容は何でも構いません、みんなインスタからツイッターに移動して、ハッシュタグ一恋で投稿してください、はい、カタカナで、はいはい、例えば、まあ、花見見に行きたいけど近くの公園花咲いてないめっちゃ栄養みたいな大丈夫です、大丈夫です。何でもいいってことですね。そう、何でもいいんですね。まあ、何でもいいんですけど、まあ、一応ね、メインはドラマとなっておりますので、もしよろしければ、もちろんあの、ね、日常のことでもいいですし、まあ、ドラマの感想なんていうのも、それ嬉しいですね。ドラマの感想をいただきたいですね。ね、出演者の皆さんね、見たいですよね。見たいです。そしてアルバムプレゼントすると言いましたが、今回それだけではございません。なんと今からドラマを見ればわかるクイズを出題いたします。おこのインスタライブで1問、そしてドラマ放送後の生放送で1問出題します。生放送後の30分以内にハッシュタグ一恋をつけて回答してくれた人の中からサイン入りアベマくん人形、こちらですね。これサイン書きますか。はい、書くという、あ、プレゼント出しま
じゃあ福島さんどうぞ。ということで今この場で皆さんにはサインをしていただけるそうです。板垣さんもうね慣れてますかね。もう毎回ね6体書いてますからそっか6回やってるから6体いや嬉しいと思います。さあカメラに終わった方見せてください。ありがとうございます。板垣さん凝ってますね。あ、すみません間違えました間違った。間違えたって6回書いてるなんかコメント来てますかね。ちょっと見てみましょうか。かわいいかわいい可愛くはなかったわ嘘なんで嘘なんで来てますかね。はい、ね、はい、ありがとうございます。皆さんこちらをプレゼントいたします。では、インスタライブ1問目は、僕が代表して出題させていただきます。おお、4年後が舞台となる最終回でセレネ流星群がセレネザあセレネザ流星群が再びやってくるんですが、はい、それは一体何月何日でしょう、うん、っていうこれか。そうですね、はい、これが問題ですね。よく見ないとわからない問題なので、最終回見逃さないようにお願いします。はい、お願いします。これ皆さんわかりますか。パッと浮かびます。僕はもうね浮かびました。本当ですか。おお、なぜなら、はい、なぜなら、なぜならなんかあるんですね。ぜひ皆さん回答してください。さあ、コメントたくさん入っているんですが、はい、何かね皆さんにしてほしいことがあれば視聴者の皆さんどんどんコメントをお寄せください、うん、こんなセリフ言ってほしいなとか生放送でこんな言葉言ってほしいなとか何かあれば今ですよチャンスは。うんですか。今来るかな。つぶやいてください。まだ質問の方のコメントが多いですね。そうですね。花粉だね、本当に俺も顔うまくしてて、鼻水に、はい、あ、ティッシュありますよ。あ、ごめんなさい、あ、いや違うのね、ありがとう。マリって呼んでほしい、だって。うん、マリってそれは板橋さんに聞きますかね。マリ、うん、君顔でマリマリなんでそんなミンク、ミンクしよう、ミンクミンク、俺いや、逆にウィンクしたね。無茶ぶりになってますね。ウィンクできない。ウィンク可愛いじゃないですか。でウィンクできない。え、できんのみんなウィンク。わー、ちょっと待って。できない、できない。ちょっと、ちょっとウィンクできないし。一回やって。俺のウィンクいらないから。いや、需要ありますよ。いらない。俺のウィンクはいらない。俺のウィンクはいらないって。31歳のウィンクはいらないって。いりますって。需要があります。価値のある31歳。ちょっと浜田君俺に顔そっくりだから。変わりにくいですか。一回やりますか。じゃあカメラに向かってお願いします。3、2、1。あーいいなー。じゃあね、古川さんが可愛い系のウィンクですね。古川さんちょっと時間がもらえすごいウィンク。時間が、古川さんウィンクお願い。時間が余ってるみたいですよ。いやウィンクいいって。31歳のウィンクの需要はここにあるというコメントが。おー、ないないですね、皆さんに。多分ウィンクしてウィンクしていいですよ。ならない。すごい、全部にコメント入ってますね。好感を出します。私次の質問しよう。なんかあの次行こう。質問で一番苦労したシーンはというふうに入ってました。これどうでしょうか。うん、俺は、うん、星野さんとのシーンがあったんですけど、屋上のシーンが、あー、マジ寒くて、あの先週のね、何回も言ってると思うんだけど、ね、マジ寒かったって。屋上のシーンすっごい寒かった。すっごい寒かった。そうですよね、大野さんね、屋上のシーンありましたもん、ね、でも私よりも薄着だったんですよ。うわー、育みのやつ。そう、あの、そうね、あの、うん、服を貸してる設定だったんですけど、服を返してもらわなきゃいけないから屋上に行くけど服着てないんですよ、俺。上着は、ね、服は着てるよ。なるほど。服は着てるけど上着はね、そう上着は着れないからね。もらった瞬間上着着るのもなんか変だから、ね、はいはいはい、我慢してやりましたけど。なんか他にありますか、大野さんとかは苦労したシーン。苦労したシーン、フェリーのシーン。フェリーの本当最初の最初ですよね。シーンが寒くてみんな寒くて寒かったよね。寒かったと。寒かったですね。いなかったカンナちゃんとのシーン多かったよね。カンナちゃんなんかカンナちゃんのことも聞きたい。あ、うん、あ、カンナちゃんギャグセンスがもう高すぎて、
ば抜けて明るいんですよ。どこにいてもね、高笑いが聞こえるんですよ。そう、本当にどこにいても。そのギャグ性が高いっていうのはどんなところなんですか。どんなところ、どう言ったらいいんだろうな、うん、来て欲しかった今日ですね。それを見せたかった。ね、皆さんも言ってましたもんね、うん、場が明るくなるとか、うん、いつも言ってましたもんね。明るい人でしたね、うん、明るい人でしたね。明かりだけ に, だけに最初のありますから、うん、明かりだけに、うん、誰か突っ込んでください。浜田さん、あ、大丈夫です。お、なんかありました。ずっと水飲んでるね。見られてないよ。早いよね。水の飲むスピードすごい。浜田さん、苦労したシーンありました。僕だからさっきのあのシーンですね、あの、うん、このシーン、撫でる、撫でられるのシーン、はい、あの立ち回りも、まあ、そこそこの尺あったんで。そうだよね、大変でしたし、そうめっちゃ蹴られてたよ。そう、蹴ったり蹴られたり、衣装も一着しかなかったりするから、靴があの汚れているとあれだからつって深くお拭きになられたり、一回拭いてまたやってとかもありましたし、うん、わ、本当に寒かった。みんな寒かった。ね、冬だったんですもんね、撮影ね。あ、こんなのも来てます。みんなとのいい思い出は、これある人いますか。あ、もういい思い出ね、うん、いい思い出なさそう。全部がいい思い出だからちょっとね、俺と言ってガッツリいけるのが。そうなん、そう、でもなんかその誕生日をね、お祝いさせていただいたんですよ。はいはいはい。その時本当になんか、あ、なんかこの現場良かったなってすごい思いました、ね、うん、やっぱりケーキ、いなかった。あ、いなかった。あれ、俺だけいないで LINE ニュースで知ったやつ。俺だけいないで、なんかサプライズなんたらかってたら一恋みたいなの、うん、俺なんか LINE ニュースかなんか見て、うん、写真にはね、いなかった。そう、うん、すごいついてるわ、びっくりした。ペンのインクの感じですか。あー、みじんじょ足が出ていいですね。いや本当に、なんで、なんで俺が見れなかったんだろう。あら、皆さん、いやでも本当にあのお祝いできたのはすごい嬉しかった。あれ、なんで板垣さんいないときだったんですかね。もう知らなかったんですね。違うんですよ、それが多分一番人数多かった。そう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 、ちょうど一番集まった。え、誕生日当日とかではなかったんですか。当日じゃなかったと思います、うん、好きな人が多かったとき。かわいそうですよね、それ。ありがとうございます。お、ここで恒例のと言っていいんでしょうか。スクショタイム。イエーイ。たまーに出るやつですね。たまに出ますね、はい、じゃあ手を拭き終わったらね、ちょっとカメラに向かってポーズを取っていただきたいんですが、板垣さん、たくさんお水飲まれるんで、新しいお水が来ました。ありがとうございます。さあ、スクショタイムですが、どんなポーズにしますか。前回はこうでしたっけ。イチコイポーズでしたもんね。毎回イチコイポーズ。そうですね、うん、なんか他のポーズにしますか、うん、なんかあるんですか。いやー、何か皆さんあれば教えてください。古いやん、俺たち古いやん。イチコイポーズでもいいですし、他でもいいですし、どうするんですか。ナンバーワーぐらいしかないですか。ナンバーワーって顔つんない。あ、皆さん、じゃあぬいぐるみを抱いて撮ります。いいですね、それね。あ、板垣さん、では掛け声をお願いします。ちょっと私、はい、お願いします。いっせーの、どこ、あー、ね、10秒間、はい、どんどんお願いします。じゃあ10秒間、皆さん、これからスクールタイム始まるんで、いきますよ、よーい、スタート。そしてなんと一声ポーズもね、しちゃうという、もう本からもう10秒ですよ。サービスですね。はい、さあ参りましょう。まず10秒いきましょうか。10秒いきましょう。お願いします。いっせーのーせ、1、2、3。うん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 、うんうんうん、はい、終わりました。まさかの1から数えるっていうね。10から数えると思った。カウントするかなと思ったんですが、新しいですね。結構あのコメントも入ってたんですよ、スクショタイムの時に。やってみましょうか。どうですか、来てますか。じわるじわるじわるっていうコメントが
あ、辰臣君、左寄ってって、もうちょっと寄ってくださいって、ね、左ちょっと端っこ僕の左、僕の左じゃなくて、そっち側か、そうか、すいません、すいません、あ、もう可愛いの、連発ですよ、可愛い、可愛い、あ、本当だ、本当だ、本当だ、よくしょ、よいしょ、いっぱい撮りました、あ、やっぱり、浜田さんがちょっと切れちゃってたみたい、切れちゃってました、はい、あ、切れちゃってました、ごめんなさい、もう一回やりますか、もう一回やっときます、また大丈夫、尺大丈夫ですか、まだ大丈夫です、まだ全然、いっぱいあるから、もう一回。せっかくなんで皆さん真ん中に寄っていただいてどうですか皆さん大丈夫ですか入ってますかね入ってますね入ってる一せーのせーのせ長い